それでは消しゴムで消えるか検証していきます。皆さんこんにちは、ピーイスケです。今回紹介するのはマルマンから2020年の10月頃に発売しましたルーズリーフバインダーセッションを紹介していきたいと思います。こちらの A4 サイズの製品が2020年の10月頃に発売したんですが、 B5 サイズについては昨年の同時期に発売されておりました。特にですね、目新しい事項はないんですが、最初からある程度のリフィルが付属していますので、あとはノートを購入するだけですぐ使えるようになっています。ちなみにですね、 A4 サイズが大学生、専門学生、社会人向けのルーズリーフとなっていまして、 B5 サイズについては中学生、高校生、大学生向けとなっています。それなのでこちらの製品は大学生以上向けに作られた製品となっています。それでは初めに製品の特徴を見た後に、個人的に気になる点をいくつか見ていきたいと思います。はじめにこちらの製品のカラーラインナップなんですけども、こちらはクリアカラーを購入したんですが、全4色展開となっていまして、ブルー、ピンク、ライトブルー、クリア以上の4色展開となっています。一番の売りはですね、開けるとこちらに10色のインデックスがついているんですが、こちらのインデックスが油性ペンで書いた後に消せる仕様となっています。ということで、初めから10色のインデックスがついていますので、かなりの情報量を一冊に集約することができます。順番に見ていくとですね、最初に表紙がございまして、次のページからはインデックス10色、ちなみにリングは30穴となっています。次に表紙が1枚ございまして、意外とこういうのが地味に嬉しいんですよね。7ミリ幅の横罫線ノートが1枚、2枚、3枚、4、9、10枚となっていまして、その後は別売りでも購入できるんですが、A3 のノートが付属しています。これがですね、とても気になりまして、ルーズリーフが別売りで売っているんですが、かなり大きい紙でまとめたい方は、畳むとですね、A4 サイズになりますので、少し手軽に A3 ノートを持ち歩くことができます。そして次のページからはですね、頑丈なクリアポケットが入っていまして、厚めでしっかりとした素材になっていまして、目安でコピー用紙30枚が収納できるようになっています。バインダーリングの開け方なんですが、下にこういったパーツがございますので、指で引っ掛けて開くと簡単に開閉することができます。それでは本日の動画のメインイベント、インデックスに油性ペンで書いてみて消しゴムで消してみたいと思います。素材はですね、とてもテカテカとした素材となっていまして、確かに油性ペンでも消えそうな感じです。それでは油性ペンで書いてみます。それでは30秒ほど待ちます。はい、30秒ほど経過しました。指で軽く擦っても全く落ちる気配はないです。それでは消しゴムで消えるか検証していきます。使ってるのはですね、無印良品のプラスチック消しゴムです。それではいきます。こうするとですね、こういった形で少しずつ消えていきます。こういった形で徐々に消えていきます。もうちょっと丁寧に消してみましょう。はい、こんな感じで消すことができまして、画面では分かりづらいとは思うんですが、少しだけ文字の跡が残っていますので、完全綺麗に消せるわけではないので注意してください。はい、ということでこの動画は以上になります。マルマンから2020年の10月頃に発売しましたセッションという A4 バインダーを紹介してみたんですが、最初からですね、非常にまとまっていまして、すでにセットアップが完了したバインダーを使うことができます。加えてですね、A4 サイズですと、A3 サイズの折りたたみのルーズリーフを使うことができますので、出回ってるほとんどの書類を一冊にまとめることができるかと思います。もし興味がある方は、文房具店またはこちらはですね、ヨドバシ .com で購入したので、概要欄にリンクを貼っておきますので、ご覧になってみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。